ニューファンドランド・ラブラドール州は、カナダの州の一つ。カナダ北東部に位置するラブラドール半島東部の、ラブラドール地方とニューファンドランド島からなる。ニューファンドランド島には、かつて、ベオスーク族、ミグマ族という先住民族が居住していた。10世紀末には、欧州人として、初めて、バイキング族がこの地へ入植した。 ランスをメドウ国定史跡にあるその遺跡が世界遺産となっている。大西洋北部のタラの工業場であるニューファンドランド島沖合はコロンブスの新大陸来港以前からバスク地方などヨーロッパの漁民たちを引きつけてきた。コロンブス以後、新大陸の探検に来たポルトガル人によってテラノバという名前が付けられ、英訳されニューファンドランドとなった。その後、 探検家のジョン・カボットが上陸し、1497年にイギリスの海外植民地とした。ニューファンドランド島やラブラドール地方の入り江には、イギリスやフランス、スペインなどから渡ってきた漁民が暮らし始めたが、この地域の漁業権や領有権をめぐってはたびたび、フランスとイギリスの間で衝突が起こった。ニューファンドランド植民地では自治を求める動きが活発化し、 1854年に責任政府が樹立され自治領となった。その後、カナダの連邦に加入することを拒否して自治領を維持し、1907年には事実上の独立国となったが、第一次世界大戦への参戦で戦費がかさんだほか、出征した島民が多く犠牲になり、ニューファンドランドは疲弊した。大強慌さなかの1934年、 ニューファンドランドは、イギリスの直轄植民地に戻った。1949年3月31日、住民投票によって、カナダの10番目の州として加わり、ニューファンドランド州となる。1964年から、州内ではニューファンドランド及び、ラブラドール州という名称を使用し始めるが、 ラブラドール半島の主部を占めるケベック州が難色を示したため、連邦レベルで正式に採用されることはなかった。しかし、連邦議会は2001年10月に憲法を改正することにより、同年12月6日から正式に現在の名称に変更された。ラブラドール半島は全般に慣例で、樹木は生育できるが、農作物の栽培には適さない。 半島北部はツンドラである。ニューファンドランド島は海洋性気候である。地球温暖化の影響で季節外れの雪が降ったこともある。寒流のラブラドル海流と暖流のメキシコアン流が沖合でぶつかり、海底地形も大陸方が突き出た。グランドバンクなどが存在するため、ニューファンドランド島もラブラドールも工業場である。 16世紀以来、ヨーロッパの漁師たちが来航して、これらの海岸に入植地を作った。ありがとうございます。